帽子だよ。わあ、お姉ちゃんありがとう。すっごいジャンプだったね。かっこいい。ちっちっち。お姉ちゃんじゃなくて無敵の天王様って呼んでね。無敵の？よくわかんないけどかっこいいね。わあ、ははは。もっと僕を褒めたたえるといいぞよ。そうだった、君びっくりさせちゃってごめんね。ブレーキかけられなくてさ、君のことまで飛び越しちゃった。ああ、怪我とかしてないよね、大丈夫？僕はこのくらいへっちゃらだよ。ほら、全然なんともない。僕ランニング中なんだった。それじゃあね。いくぞ、てよ。そんなの出し切って。上がってきましたのは東海帝王。しなやかな走りで先頭につけていきます。一着は僕がもらうよ。トレーナーと馬娘は二体同心の。あ、会長、会長だ。選抜レース見に来てくれたんだね。ねえねえねえ、僕の走りどうだった？僕また一着だったよ。やれやれ、そうだな、見ていたよ。いつもながら素晴らしい走りだったな。やったー。会長に褒めてもらえた。ねえねえ、今の聞いた？え、ああ、でも今はそんなことよりスカウトの話を。なに？そんなことって何さ、そんなことって。君、会長の凄さを知らないな。会長はトレセン学園の生徒会長で、早くて強くてかっこいい最強の馬娘で、僕の一番憧れなんだから。僕、いつか絶対会長みたいになっていっぱい会長に褒めてもらうんだ。だから僕をスカウトしたいみんなは、もっとちゃんと会長の凄さを分かっててくれなくっちゃ。そうだな、まずデビュー戦は見た？見たよね。会長ってば、第一コーナーからもうすごくてさ。
いたいた、おーい。ねえ君、選抜レースの後で僕に声をかけてくれたトレーナーだよね。そうだよね。それじゃテストするからついてきて。それがね、あの後会長から信頼できるトレーナーを10校の上で選べって言われちゃってさ。それなら一回トレーニング受けてみるのが手っ取り早いでしょ。だから今日はテスト、君のトレーナー力を僕に見せてよ。ホッピング？コース上に置かれたミニハードルを片足で飛び越えるトレーニングか。なんか面白そうだね。目標タイムは？なんだ、このくらい。楽勝楽勝。行ってきまーす。ねえ、これだけ？僕まだまだいけるよ。おーしまい。どう？僕の記録が一番すごいでしょ？でしょ？無敵の帝王様をもっともっと褒めたたえるといいぞよ。僕、今まで誰かに負けたことってないんだ。どのレースも全部勝って、いつもみんなに褒められてたんだよ。褒められるって、やっぱり気持ちいいよね。褒めてくれるってことは、僕のことすごいって思ったってことだもん。初めてレースに出た時もさ、一着だった僕に、みんながいっぱいすごかったぞって言ってくれたんだ。それが本当に本当に気持ちよくてさ。けど、トゥインクルシリーズに出たら、もっともっとたくさんの人たちに僕ってすごいんだぞって示せるよね。ピンポンピンポン、その通り。楽しみだな。早く G1 とかに出たい出たい。僕が一番すごい馬娘だって言われたい。今はテスト中なんだったっけ。ねえねえ、君のメニューはこれでおしまい？もうクールダウンする？2500m？ 僕が得意なやつじゃん。適正距離で実力確かめようってとこかな。オッケー、じゃ行ってきます。2500m か。 G1 レースで言えば有馬記念だな。わ、会長！なになに、どうしたの？僕に会いに来てくれたの？まあ、そんなところだ。それよりも、トレーナー君、急な頼みですまないが、私のタイムも測ってはもらえないだろうか。先ほどの帝王と同じ 2500m だ。え、会長も走ってくれるの？やったやった。もちろんいいよね、トレーナー。感謝する。では行こうか。トレーナー君、タイムは？会長、僕より2秒も早い。そうだな、君の敗北だ、帝王。うん、負けちゃった。やっぱり会長はすごいな。さすが最強の馬娘だね。他にはないのか？お、他？ああ、もう一度言うが、帝王、君は今私に敗北したんだぞ。うん、だから会長はすごいなって。そうか。いや、急にすまなかったな。帝王、トレーニングは以上かな。それならクールダウン代わりに少し外を走ってきてはどうだ。あ、うん。
突然だが一つ聞かせてくれ、トレーナー君。君は先ほどの帝王の様子をどう思った？なるほど、もったいないか。さすがは学園専属トレーナー、慧眼だな。その通りだ。今のままだと帝王は自らの可能性を狭めてしまう。頂を目指す馬娘としてあまりに不幸だ。よし、実は君に折り入って頼みたいことがある。近々私は帝王とレースをするつもりなのだが。近々私は帝王とレースをするつもりなのだが、君にはぜひとも見届けに来てほしい。そしてできることならば、その後も帝王を見守ってやってくれ。感謝する。すごい歓声。みんな会長のこと見てる。みんな会長だけを。なんでもない、なんでもないよ。おしゃべりしたい気分じゃないんだ。じゃあね。ふん、こんなの大したことないよ。僕はランニングに戻るから、あっち行って。うるさいな、偉そうに。どいてよ、まだ僕のトレーナーでもなんでもないくせに。
レースの後からずっとイガイガしてるんだ。会長がいっぱい声援を浴びてるのを見た時からずっと僕変なんだ。だって会長は僕の憧れなんだよ。一番強くて一番速くて一番すごい、一番みんなに褒めたたえられてる会長は僕が目指す姿そのものなんだ。見に行ったレースは全部一着でさ、大歓声を浴びて微笑んでる会長は本当に本当にかっこよくてさ。なのにどうしてだろう。今日だって僕がいつも憧れていたのと同じものを見たはずなのに、どうして僕めちゃくちゃに走らなきゃ気が済まないくらい胸がイガイガするの？だったら絶対見に行くんだけど、でも今は、けどそっか、きっと今回も会長は勝つよね。それでいつもみたいに歓声を浴びるよね。もう一回同じもの、僕の憧れてたものを見たら、このイガイガした変な感じもなくなってくれるかな。分かった。一緒に行く。シモリ・ルドルフ先頭、ルドルフ速い、ルドルフ速い、サマシン、ヨンマシンと突き放していく。シモリ・ルドルフ、そのままゴールイン。圧倒的、まさに圧倒的。これぞ皇帝、シモリ・ルドルフの走り。やっぱり会長はすごいよ。強いし速いし最高にかっこいいって思う。でも僕会長と話がしたいんだ。君も一緒に来てくれる？失礼します。おや、帝王。あと君も一緒か、トレーナー君。驚愕だな。いつも元気はつらつで飛び込んでくる帝王がノックをした後に入室してくるとは。うん、僕今日は大事な話をしに来たから。聞かせてもらおうか。会長は僕の憧れだよ。ウマ娘の中で一番すごくてかっこいい、僕の夢そのものみたいな人だから。会長がすごいって言われてるの見ると僕も嬉しかった。大歓声を浴びて笑ってる会長を見るといつもワクワクしたよ。でも今はそうじゃなくて、それだけじゃなくなっちゃったんだ。ほう、どういう意味かな、帝王。一緒に走って会長に負けて、会長が歓声を浴びてるのを見た時、僕ねすっごー胸がイガイガしたんだ。イガイガ？うん、イガイガしてたまんなくって、わーって思いながらいっぱい走って、それでもあんまり気持ちは晴れなかった。おかしいよね、変だよね。でも僕今日の会長の勝つとこ見てやっとわかったんだ。僕は馬娘の中で一番すごいやつになりたい。だから走ってるんだ。だからすごいぞっていう歓声は誰にも渡したくない。誰にも。全部僕のものにしたいんだ。会長にだって渡したくない。僕は会長みたいになりたいよ。今でもそう思ってるし、一番の憧れだよ。でも僕が本当になりたいのは、会長でさえすごいやつだって認めて歓声を送りたくなる
そんな馬娘なんだ。だからね会長、大事な話はここから。僕宣戦布告に来たんだよ。行ってみろ帝王。うん、僕はいつか必ず皇帝を超える帝王になるよ。だから覚悟しててね会長。客席を降り、ついにはターフの上、私と同じ舞台へと至ってくれたのだな。とても嬉しく思うよ帝王。だがこのシンボリ・ルドルフ、やすやすと頂点の座を譲るつもりは毛頭ない。道は険しいものと思うよ。うん、ありがとね。あと、とにかくいろいろありがとう。それとこれからもよろしくねトレーナー。もう鈍いな。そんなことじゃ僕のトレーナーは務まらないよ。一緒に会長っていう最強を相手にしていくんだからさ、しっかりしてよねトレーナー。うん、よーし、宣戦布告もしたし、担当トレーナーもついたし、無敵の帝王伝説いよいよスタートだー。デッドリフト、デッド、なんか怖そうな名前だよね。でも会長はちゃんとやってたんだし、僕も負けないぞ。よーし、じゃあまずは200キロから。あー、トレーナー、脅かさないでよ。せっかくこれからデッドローとしてたのに。そう、今やろうとしてたのは筋トレメニューの一つ、デッドリフトって言うんだ。地面に置いたバーベルを両手で握って、えいやって腰の位置まで持ち上げるんだよ。で、会長がこれの200キロをやってたんだ。だから僕も挑戦しようと思って。うん、でも同じのがやりたいんだよ。会長がこれを選んだんならそこにはきっと意味がある。全く同じことを同じようにやらなきゃ追いつけない気がするんだ。だから僕やってみる。それじゃ行くよーい。かんげー、やったー。どうトレーナー、見てくれた？僕にも会長と同じ重さあげられたよ。でしょでしょ、この調子でガンガンやっちゃおう。で、会長を追い越すんだ。いける、いけるよ僕。これなら会長がやってた他のメニューも全制覇できるかも。よし、この調子で次もそれ。トレーナーと話しながら進めればよかったね。ごめん、
ねえねえ、反省してるからさ、この痛みどうにかなんない？これじゃあ一日中何にもできないよ。お願い、お願い。わあ、何これ、すっごい楽になった。トレーナーって天才？なんでこんなに効くの？僕の？そうなんだ。会長ほど丈夫じゃないけど、代わりに治りが早いのかな。よし、これならいける。トレーニング再開だ。てそんな、さすがの僕でもいきなりはダメか。しゅーん、じゃあしょうがないから今日はお休み。ごめんトレーナー。でも見てて、いつか筋肉痛でダウンしたりしないよう強くなってみせるから。同じくらい大事なのはキメキメに決めること。かっこかわいくチタッキョピッブイッと、最高だよね。気持ちよくて楽しくて、こんなに無敵で素敵な遊び他にないよって思ってたんだけどね。うん、僕がこの間出したハイスコアを乗り換えたライバルが現れたんだ。僕のスコアは62万点で、相手の出したスコアは99万9999点。まさかのカンスト叩き出されちゃってさ、もう悔しくて悔しくて、僕の力はこんなもんじゃないぞって、こうして練習してたんだ。でもこれでできることは全部やった。トレーナー、一緒にゲーセンに乗り込もう。いざ勝負。僕はできる。僕ならできる。僕たちならやりきれる。それ、ゲームスタート。うわー、自己最高記録。それでも全然届かない。トレーナー、 ありがとう。そうだね、一回で諦めるなんて僕じゃない。僕は無敗の帝王になるんだ。もっと弾むように軽やかに。再チャレンジいくよ。自己記録大更新。でもまだ届かない。これ以上どうしたら。お姉ちゃん頑張って。君は？この子、さっきからあなたのことをずっと見てるんですよ。上手上手って大喜びで。そうだったんだね。ねえ君、ダンス見るの楽しい？うん、とっても。でもね、お姉ちゃんがキューって苦しそうな顔になると、私もキューってなっちゃうの。キューって顔？そっか、ピンチになるとそんな顔に。ダンスゲームは楽しむものなのに、途中でそんな顔してたらカンストなんて届くわけないよね。苦しいのは変わらない。でも苦しい時も笑うことはできる。その方が力も抜けて動きも良くなるだよね、トレーナー。うん、僕やってみる。何度でも何度でも最後まで笑ってられれば、きっとそこにゴールが。よし、行くよ。みんな、応援よろしくね。
でもまだまだ。それでも天よ天よ、この声を聞くと足に力が。いくぞ、集中してラストプレイ。音が止まった。リセットするの忘れてたよ。この間までメンテに出しててさ、トップスコアカンストのままになってた。今直すから。じゃあこのスコアって誰かが出したんじゃなくてメンテのせい？笑っちゃったね。まさか意もしないライバル相手に熱くなってたなんて。でもおかげで大切なことに気づけたかも。それは応援ってすっごく力になるってこと。最強無敵の僕がさらに何倍にも何十倍にも強くなれちゃったんだから。今日は練習、次はレース場でやろうよ。はちゃめちゃドラマチックに勝つんだ。みんなの声援を受けてね。夏だ、海だ、合宿だ。スズメーカス合宿所目指してゴーゴーゴー。当たり前だよ。だってこの夏は大のチャンス。僕ね、この合宿で一気に会長に追いつくつもりなんだ。強くなって会長を驚かせて、褒められて撫でられて、それでね、ついでにトレーナーにも喜んでもらおうかなって。だから着いたら遠慮なくみっちりしごいてね。その前に一曲歌っとこう。ガイドのお姉さん、マイク貸して。一番東海帝王、お箱のやつ行きます。それ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 、ダッシュなんて楽勝。何本だっていけちゃうよ。トレーナー、僕のフォームどう？ちゃんと見ててね。トレーナーだけが頼りなんだから。今度だ。山道ってデコボコしてて楽しいよね。さあスキップでぴょんぴょん駆けよう。トレーナーも行くでしょ。だって一人じゃつまんないもん。頂上に着いたら一緒にご飯食べようね。さあ走った後は花火しよう。花火、ほらトレーナー、ネズミ花火だぞ。くるくるくる。もっと飛び跳ねなきゃダメだって。こんな風に、よっ、はっ、したっと。あただ、今日も元気いっぱいでいこう。あー、二人でランニングして海で泳いで、それで、あれ、トレーナー、トレーナー。あ、トレーナー気がついた？もういき
きなり倒れるんだもん。びっくりしちゃった。30分くらいかな。だからトレーニングは大丈夫。今からバンバンやれば巻き返せるし、今日も楽しみ。でもどうして倒れちゃったの？もしかして寝不足？あ、わかった。興奮で眠れなくてつい夜遅くまで遊んでたとか。実は僕もずっとゲームしてて。どうして黙ってるの？やっぱ図星？泊まりの時ってテンション上がっちゃうよね。って、あれ？トレーナー、そんなハイな性格だっけ？どうもおかしいような。あ！もしかして倒れちゃったの僕のせい？僕が引っ張り回したから。やっぱそうなんだ。だよね、トレーナーは馬娘じゃない。なのに全部付き合わせたら。トレーナー、トレーナー、僕今日は休む。へいじゃなくて休む。休むったら休む。絶対休むから。まだ顔色良くないトレーナーに無理なんかさせたくないもん。だから決めた、今日はトレーニングなし。そりゃ少しは遅れるかもしれないけど、でもいいんだよそんなこと。トレーナーがいなきゃ教えられる人がいないし、それになんか僕らしくないしね。うまく言えないけど、そういうの好きじゃないんだ。会長なら一人でズンズン行くんだろうけど、僕はさ、いろんな人と行きたいんだよ。だって、僕はさ、楽しくやりたいんだよ。ただ勝つだけじゃなくて、かっこよく勝って、えっへんって威張って、褒められて。前にダンスゲームでカンストした時みたいに、あんな風に一緒に喜びたいんだ。仲間たちやトレーナーと。それにもしかしたらこの先いろいろあるかもしれないじゃん。僕って割と無敵だけど、それでもどうにもならないことが。ほら覚えてる？前に僕が筋トレで無茶した時、トレーナーが助けてくれたでしょ。あの時みたいに会長なら一人でどうにかできるかもしれないけど、僕は誰かがいてくれるから。僕っていうか、だからさ、トレーナーがいなくなると困るんだよ。潰れちゃうとさ。だから今日はお休みしよう。えっへん。時にはペースを考えることも大切だよトレーナーくん。あはは、覚えてた？お返しお返し。おかげで無茶しても倒れないようになったし、今度は僕がアドバイス。そうだ、ついでにマッサージもしてあげよっか。それカチ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 ャー。ねえトレーナー、トレーニングは休みでもいいけど、その代わり今夜は夏祭り行かない？絶対楽しいからさ。え？そのピンクの大外仮面で。